こんにちはさあ、えー、病気を起こす微生物について私は今研究をしています、えー、病気を起こす微生物って皆さんどういうものを思い浮かべますか、えー、去年の冬ひょっとするとインフルエンザにかかって学校休まないといけないそういうことがあった人もいるかもしれないあるいはノロウイルスにかかってお腹壊して吐いてすごく苦しい思いをした人もいるかもしれないそういう人たちを助けるために、えー、私たちお医者さんは、えー、微生物の研究をしています これは今から百数十年前から微生物の研究というのはずっと続けてきているんですけれども昔はその微生物を発見してそして薬を作ってあるいは検査の方法を開発してその微生物をやっつけるという方ばっかり考えてきていました150年とか200年近い歴史があるんですけれどもその間に 実は研究しているお医者さんそのものが微生物にかかって亡くなってしまうっていうような不幸なそういうことも何度も何度も経験してきたんですそれを乗り越えてさあ病気を起こす微生物をいくつ撲滅できたかというと実はたった一つしか撲滅できなかったんです。 努力はもうすごく血のにじむような努力をしたんだけれどもでもたった一つしか人に病気を起こす微生物を撲滅することができなかったさらにせっかく撲滅したのにその微生物がテロリストの手に渡ってしまってバイオテロの材料としてまた使われてしまうっていうような感じで何をやってるのか分からなくなってしまったんですね。それで私たちは微生物をやっつけててこの世の世中かかららななくしてしまおうというよういよ考え方から いやこれなんか間違ってるんじゃないっていうことで微生物をよく知ってそして一緒に付き合っていこう仲良くしていこうっていう考え方に今変わってきていますこれが感染制御学っていう考え方なんです今我々お医者さん微生物学者は微生物のことをよく知りそして性質を知って適切にコントロールをして一緒に生活していこう。 そしてその中にもしいい性質がある体を良くするような性質があるんだったらむしろ積極的に微生物を取り込んで僕たちの健康を良くしていこうそういうふうに考えるようになってきています。この感染制御学っていう考え方 それに基づいた研究というものを私たちもどんどん進めていってこの冬、インフルエンザで苦しんだ人ノロウイルスで吐いたり下したりしてしんどかった人そういう人が一人でも少なくなって皆さんが健康に過ごして元気に生きていくことができるということを夢見ていきながら研究を進めています。ぜひ応援ししてくださいいありがとうございました